皆さんこんにちは。今日は私の師匠吉井さんにエビとこのタコをもらったので、それを使って料理をしていきたいと思います。やっていきたいと思います。で、 YouTube でもらったコメントの料理はこの次に作りたいと思います。それでは始めます。醤油を大さじ1、酒を大さじ1、にんにく大さじ1、生姜少し、いい匂い。冷蔵庫で15分寝かせます。やば、入らんやん。いっぱいやん。油をこの中に流します。唐揚げを、そしたら片栗粉ぶちまけます。料理は大胆さが大事。そしたら箸で片栗粉を絡める。一品目の料理はタコの唐揚げを作ってます。居酒屋風タコの唐揚げ。このタコは漁師さんが一人で海に行って潜って釣ってきたそうです。あとは盛り付け。一品目タコの唐揚げ、美味しそう。二品目はタコとポテトのガーリック炒め。ガイモは食べやすい大きさ。耐熱皿に入れて600ワットで5分。600ワット、オリーブオイルを少し。塩コショウ。パセリ少し。ヒイラギ、お腹が空いてきたので試食します。いただきます。ニンニクをたくさん入れたけど、あんまり臭くない。
あんまりニンニクの風味がしない。うん、じゃがいもにタコの色がついちゃった。次の料理いきます。エビ抜くの忘れとった。背わた取るの楽しい。くさ。エビをドーン。エビをドーン。アヒージョ用のフライパンがなかったから普通の卵焼きのフライパン使ってます。エビが焼けたらマッシュルームとタコ、マッシュルームと、マッシュルームと、あとは煮込んでいきます。最後にパセリをパラ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 、アヒージョ完成。いただきます。菜箸ね。タコタコ、ニンニクも効いとって美味しい。マッシュルーム、熱い、うまい。次の料理いきます。タコ、はい、完成。今日はこれで終わります。